よっ、テキトです。さあ今回もですね、それは私のロブロックスではない、遊んでいきます。そう、前回このゲームプレイしたんですけど、めちゃめちゃ面白かったんで、今回、前回の動画の後半でやったナイトメアモード、まあ難しいモードですね。ナイトメアモードはもうミスったら即終了です。つまりもう一回でもミスれないモードになってるんですよ。これめちゃめちゃ面白いんで、ちょっと今からね、パート2、今回の動画ではやっていこうと思います。というわけで、この動画を始める前に、私、テキトが、このナイトメアモード、クリアできるように応援してくれる方は、グッドボタン、よろしくお願いします。ありがとうございます。やっていきましょう!ポチッ!テキトチャンネル。さあ来ました。まあ、この動画初めて見たって人もね、多分見てればわかります。どんなゲームか。やっていこう。じゃあこのね、前回最初にやったのがシングルプレイヤー。まあ、通常モードなんですけど、悪夢モード。やっていきましょう。ポチッ。来た!さあ来ました。悪夢モード。ナイトメアモードです。お、そう、なんかね、ナイトメアモードは、なんか化け物なんだ。化け物なんだよね。じゃあまず、この書類に載ってるか見ていこう。乗ってないかな?うんうんうん。このなんか、なんかエイリアンみたいなやつは乗ってなくて、じゃあ一回名前見ますか。ミスエイリアン。名前そのまんまだな。ミスエイリアン。そしてアパートは101号室に住んでるから、101号室。ミスエイリアンいた。顔一緒か?今編集で並べてるけど、多分見た目的には一緒かな?で、ID 番号が32026720。うん、67208。一緒だね。で、マークもついてる。で、期限が2017年5月。うん、大丈夫だね。私は建物の住人です。私は木工の仕事から来ています。木工なの?エイリアンのくせになんかめっちゃ人類に貢献しようとしてる。で、これ視聴者に教えてもらったんだけど、これ電話ができて、これアパート101号室だったら電話番号は0101。この0101に電話すると、この人が今家にいるかいないか教えてくれるらしいんだよ。で、もしもう家にいたらこいつは偽物なんだよ。じゃあ0101。ちょっと電話かけてみよう。あ、すいません。そちらにミスエイリアンっていう、ちょっと名前おかしいんですけどね。うん、ミスエイリアンって方いらっしゃいます？お、こんにちは。ゾンビ先生です。ん?私たちは誰かを期待してません。ちょ、待って。大事なところが翻訳されてなかった。ちょ、もう一回見よう。今、ゾンビ先生が話してる。え、ミスエイリアンは家にいるって言ってない?そう、これね、アパートの電話番号101だったら、このミスターゾンビとミスエイリアンの、まあ、お部屋みたいな感じなんだけど、で、今、ミスターゾンビさんが、もしもし、私はミスターゾンビです。今、ミスターゾンビとミスエイリアンは一緒に家にいますって言ってたと思うんだよ。ってことは、こいつはめっちゃそっくりだけど、偽物なんじゃねえか。おいおいおい、勘弁してくれよ、ナイトメアモード。一発目からクソ難しいな。いや、これは、偽物ってことだよな。そういうことだよな。どうだ?頼む。そういうことであってくれ。まずは、これで、こいつはクローンだから処分しますと。よし、頼むよ。お、クローン抽出完了。大丈夫?あなたは仕事を続けてください。わかりました。これは失敗ですか?成功ですか?成功!おい!これめっちゃそっくりでも、ちゃんと電話かけないとわかんないわ。で、今度はすげえ。おい、アパートよりお前、病院行った方がいいぞ。見た、あ、いる!軍事ミイラ。アパート303。アパート303はこいつか。軍のミイラ。ID 番号は23937060039。で、外見は、トイレットペーパーで覆われ、トイレットペーパーだったの?包帯じゃねえのかよ。じゃあ何これ?トイレして、なんか気づいたら自分がぐるぐる巻きになってたってこと?汚ねえな、なんか。23937060039。2393。うん、ID は一緒だね。で、見た目も多分、うん、見た目は大丈夫そうだよね。で、マークもついてて、で、私は建物の住人です。私はミイラとしての仕事から来ています。お前でも、お前トイレットペーパーなんでしょ?トイレットペーパーじゃないよ、ミイラは。包帯だよ。水濡れたら溶けちゃうよ。じゃあ一回電話かけてみようか。軍のミイラは0303。じゃあ0303でこいつが本当にいるか、電話かけていこう。いや、すいません。そちらにトイレットペーパーでぐるぐる巻きにされた人はいらっしゃいますでしょうか?お?え?電話が出ない?
電話切られた。なんで。一緒に住んでるやつ、ゴブリンマイク。あ、ゴブリンマイクに人の言葉喋れないってこと？いや、これ切られるってことは、今外出中ってことかな？外に出て出れないからいないってことは、こいつは本物ってことか。うん。名前も軍事ミイラ303に住んでて、マークもついてる。うん。大丈夫だと思うけど。え、こいつは平気だよな。よし。こいつは大丈夫。レッツゴー。行ってよし。マジで！マジかよ。え？なんで何が違ったんだ今。え？ミリタリーノーエクスピーデータオン ID。 うわ、 ID の時間っていうか日付見んの忘れてた。くっそ、これね、やってみるとマジ難しいわ。ちょ、もう一回。これは悔しい。せめて5人。うお、すげえの来た。なんでこいつの職業なんだよ。ジャレード・ブラッド・オレンジマン、アパート102号室。見た目なんか口から血、なんか黒い血が出てんのは一緒なのか。こいつ ID 持ってないんだよな。ジャレード・ブラッド・オレンジマン、102号室。私はビルの住人です。私はヴァンパイアとしての仕事から来ています。まあ、マークはついてんだけど、これ ID がね、でも確か ID がなくても本物はいるんだよな。102号室、ジャレード・ブラッド・オランマン。ブラックキャディとハット、黒い髪、サングラスを着用、赤いスーツ、血の滴る口。サングラスもかけてるよね。あ、サングラスかけてるな。じゃあちょっと電話かけてみるか。0102。0102号室。はい。さあ、これで、ブラッド・オランマン。ブラッド・オランマンはいるのか。起きた！エドワード・ブロードマン。あ、ブラッド・オランマンは家にはいません。つまり、このジャレド・ブラッド・オランマンが家にいたら、もう完全偽物だけど、いないってことは、これは、まあ、ID がないのが怖いけど、まあ、いいんじゃないか。うん、こいつは本物だ。よし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 。あー、怖え、これ。これ、ハラハラするわ。そしてこいつは、アレクシー・ビッグ、アパート304号室。アレクシー・ビッグ。期限も2024年3月。まあ、期限これは大丈夫だよね。で、マークも平気。で、アレクシー・ビッグ、304号室。私は建物の居住者です。3階、アパート304に住んでいます。じゃ、304号室見てみようか。多分これ、アレクシー・ビッグの方だね。これね、アレクサ・ビッグとアレクシー・ビッグいるから注意。で、アレクシー・ビッグの方は、右ほっぺに、ほくろ。おー、合ってる合ってる。ちゃんと右ほっぺにほくろあるね。で、笑顔で白い髪、青いドレス、ブルーヘアボー。ブルーヘアボー。あ、ブルーヘアボーってこの、なんか髪留めか。なるほど、なるほど。まあ、見た目は平気かな？で、ID は65971791。65971791。合ってる。で、マークもついてる。じゃあ、電話かけて、OK だったら平気かな？0304。さあ、来い。アレクシー・ビッグがいなかったら OK。アレクサ・ビッグが喋ってます。これはもう一人の方だね。で、アレクシーは家にいません。あの人は戻ったんですか？これは本物じゃない。見た目も一緒。で、ID も OK。カードの期限も OK。で、マークもついてる。で、家にいない。OK。よし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 、いいぞ。いいぞ。いいぞ、これ。これゴブリンじゃない？ここにはいない。わ、ID 持ってねえのか、お前顔腹立つな。顔腹立つな、その、なんか、海外の顔文字みたいなやつ。ま、ゴブリンマイク。マイクゴブリンか。で、アパート303号室。私は建物の住人です。待って、顔違くない？顔違うやん、こいつ。ほら。本当は怒ってるんだよ、顔。なのにこいつ。笑ってる。その心笑ってるよ。これ違うよね。こいつは偽物だわ。うん。急に分かりやすいやつ来たな。1188。すいません。こいつ、本当は怒ってるのに笑ってます。いや、笑ってる方がいいんだけどね。うん。笑ってる方がいいんだけど、こいつは偽物。これは、多分、クローンだから言ってよし。多分大丈夫でしょう。クローン抽出が完了しました。あなたは仕事を続けてください。これ大丈夫でしょう。どうだ？よしよしよし、これ素晴らしい。これ全部いけるぞ。こんにちは。うわ、来たよ、ピエロ。なんか、サングラス、なんか、サングラスなんか、塩ついてない？
ここにはいない。あー、またこいつ ID 持ってないよ。コメディースケッチ、前回もいたね。アパート203号室、私は建物の住人です。私は木工の仕事から来ています。マークはついてる。203号室、コメディースケッチ、まあ、ID は持ってないから分かんなくて、外見は赤い髪、笑顔、サングラスをつけてる。ピエロの服装、赤い鼻。うん、見た目大丈夫だけど、このサングラスのなんかちょぼちょぼちょぼってなってる、ここ何？ここすげえ気になるんだけど。まあ、0203、電話かけてみるか。これ電話かけるのめっちゃ重要だわ。よし、さあコメディスケッチいますか。え、コメディスケッチが話してるよ。クラーク・エドワードはいません。こいつ偽物だ。みんな、これ今電話かけたら、まあ、普通さ、クラーク・エドワーズが出て、あ、コメディスケッチいないんですよって言うけど、今コメディスケッチが喋ってたんだよ。つまりこいつ偽物だよ。やっぱりお前サングラスに塩つけてたんだ。こいつは偽物。閉めて1188、これは間違いないわ、偽物です。いやー、これ怖えー。いやー、めっちゃ面白いわマジでこのゲーム。よし、これで連絡した。さあ頼むよ。これは大丈夫でしょう。クローン抽出完了、あなたは仕事を続けてください。行ったんじゃない。よし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 。お、待って、これアレクサビックの方じゃない？さっきアレクシービックだったけど、ホクロが別だからアレクサビックだこれ。アレクシービック、こいつじゃないんだよね。あ、ほら、アレクサビック。でもさ、さっきアレクサビック電話出てたんだよね。なのにいるのおかしくない？1971-7956。アレクサビック、2101。ん？私は建物の居住者です。21階。アパート2101に住んでます。こいつ嘘だな。やっぱり。さっきだってアレクシービック、この双子のお姉さんかなの子が来て、まあ電話かけたらアレクサビックさんが電話出たんだよ。だからもうこの時点でこいつがいるのおかしいんだよね。しかもアパートの21階ってお前タワーマンションじゃねえか。みんなの憧れタワーマンじゃねえか。しかもアレクサビックが住んでんの304号室だからね。もう全然違う、こいつは偽物だ。もう偽物ばっかやないですか、このアパートは。勘弁してくださいよ。よし、クローン中使うよ。これは大丈夫じゃない？さすがに平気だよね。偽物すぎた。オッケーオッケーオッケー、すげえの来た。こいつ、こいつ猫のくせにアイラブキャットなんだけど。あ、自分のこと大好きってこと？それはいいことだね。ここにはいない。毎日のデニス。わ、これ前回いたな。期限が2022年、7月。まあ大丈夫だね。で、マークもついてる。で、こっちは、毎日のデニス、103号室。私は建物の居住者です。1階、アパート103に住んでます。で、マークは OK。じゃあ1回見た目は大丈夫かな？見た目、写真はまあ平気かな？じゃあ ID 見ようか。12182392。12182392に合ってる。で、デニス・デイリー。まあ合ってるね。で、黒い髪、黄色い目、青いシャツ、黄色いネクタイ、猫の耳。黄色いネクタイ。あ、合ってるな。じゃあ一回電話かけてみようか。0103。ちょっと電話かけてみよう。プルルルプルルプル。すいません。毎日のデニスって言い方いらっしゃいますかね。お、アルバート・スカール。うんうん。デイリー・デニスは家にいません。これは本物じゃない？家にいなくて見た目も一緒。期限も OK。ID OK だね。これは、行ってよし！頼む！オッケーオッケーオッケー。鼻って、いや鼻じゃない、表情どうなってんの？ねえ、その表情でなんでテキトに、テキトの前に現れたの？ジェーン魔女。あ、でも顔一緒そうだな。アパート204号室。ジェーン魔女。まあ、マーク一緒。2019年8月、オッケー。で、204号室。私はビルの住人です。私は魔女としての仕事から来ています。うん、魔女で、まあ、見た目も大丈夫かな。204号室。ジェーン・ウィッチ。いや、怒った花。魔女の帽子。黒い服。大きな花。うん、大丈夫そうだね。そしたらちょっと電話かけてみようか。42587981541。42587981515。うん、ID も一緒だから、これは電話かけて、家にいなかったら OK。はい。さあ、頼みます。どうだ？来た。ジョン・ウィザード。もう一人だね。もう一人が話しています。ジェーン・ウィッチは、家にいません。これは、多分大丈夫でしょう。いやー、すいませんね。怒った顔とか言ってすいません。行ってよし。オッケー。さっき、今いた。なあ。
お前出てくるタイミング違うよ。お前もう次に偽物来たらもうダメなのよ。ジェンマジョいたってさっき。これは間違いないね。まず閉めて、1188 OK レッツゴー。これは言ったでしょ。さあこれ電話して、多分大丈夫だよな。いや多分っていうか絶対大丈夫だよね。さあクローン抽出完了、あなたは仕事を継続できます。そろそろ、え結構さクリアできてない？出たこいつ。これさ見た目やばいと思いきやいるんだよね。うん、この書類にはいない。えザ感染者1。待ってこいつ期限書いてねえな。おいこの ID 偽物じゃね？おい ID 書いてねえぞこいつ。えザ感染者302号室、私は建物の居住者です。3階302号室に住んでる。まあ、こっちは大丈夫だね。302号室感染者、いつも帽子をかぶってて黒いジャケットで8個の目。うん、8個の目だし黒いジャケット着てるんだけど、そうこいつ ID 番号は1であってんだけど期限が書いてないんだよ。偽物の ID を出してるってことはこれは間違いなく偽物。一応電話かけるか。0302。さあ感染者は家にいるのか。デビッド・ボンズが話しています。はい、あザ感染者と私は一緒にいます。このデイビッド・ボンズと感染者は一緒に家にいるらしい。つまりこいつは偽物だ。よしよしよし、1188。お前そんな偽物の ID 見せたところで俺には見抜けちゃいますよ。さあキャットに連絡して OK。 さあこれはさすがに間違いないでしょ。さあクローン手術完了だ。どうだ、あなたは継続できる。頼む。よしよしよし、うわこいつ、こいつ前回敵とかミスったやつだ、悪魔。ここに、あ、いた！ジャークヌーブ。アパート301号室。ジャークヌーブ。猫ちゃんマーク一緒。まあ、見た目顔は合ってるっぽいよね。で、マークもついてて、ジャークヌーブ301号室。私は建物の居住者です。3階、アパート301に住んでいます。301。うわ、こいつ一人しか住んでないんだ。ジャークナヌーブ。4258-79815。4258-79815。合ってるね。で、怒った顔、黒いシャツ、レッドスキン、本。うん、合ってる。じゃあ、電話かけてみようか。0301。0301。これで電話がもうかかったらアウトだからね。一人しか住んでないから、この部屋は。お。通話中。え？その、これは、今、本物がいたけど出なかったのか、それとも、繋がらなかったのか、どっちだ？でも ID は合ってるんだよね。うわこれ怖っ、これちょっと怖いぞ。一人しか住んでないんだよこいつ。 ID は一緒で見た目も OK で ID もエントリーシートも OK なんだよ。ただ電話がまあ出なかったから OK なのかな。怖えこれ。頼む OK 行ってよし。あぶねえ、やっぱあいつ本物だった。どういうことそれ。え、どういうことその、え人間ではないことは確かだな、それ。ここにはいない。あ、ID 持ってねえよ、こいつ。あ、写真がこれってことは、あ、見た目は合ってるんだな。アシモの帽子、201号室。私は建物の居住者です。2階、アパート201号室に住んでいます。201号室はアシモの帽子。で、ID がわかんないんだよね。帽子ショップのオーナー。あ、帽子屋さんなんだ。いつも帽子をかぶる。かぶってるっていうか、同化してるね。ヒゲ、タキシード着用、頭なし。頭なしは大問題だろ。じゃあ、0201かけてみようか。0201。さあ、いるかな？いや、ID 持ってきてください、頼むから。ね、ID 持ってなくても本物の可能性あるからね。さあ、フレディ・ベイカーが喋ってます。はい。アシモは家にいません。ほう。彼らは戻りましたか？ってことは、こいつは、まあ、ID ないけど、本物っぽいな。本物だね。合ってるよね。見た限りは間違いない。頼む。よし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 、いいよ。またなんか、個性的なやつ来たな。うん、この中にはいない。で、ID 持ってない。ID 持ってこい。で、クラウン・エドワーズ、203号室。うん、見た目はまあ、一緒かな？私は建物の居住者です。2階アパート203に住んでます。203。クラウン・エドワーズ。あれでもクラウン、クラウン・エドワーズって、
あ、クラークン・エドワーズってさっき言ったよな。え、これさ、怪しくない？さっきコメディスケッチに電話した時に、クラークン・エドワーズ電話出たんだよ。0203。これ怪しいな。お前偽物の可能性高いぞ。お、コメディスケッチが話してます。やっぱり家にいる！二人とも家にいるって！お前偽物だな。すいませんね。もううちにいるんで、クラークン・エドワーズ。1188。あぶねえ。やっぱ電話しないとこれやばいわ。電話超重要、皆さん。近くにドッペルゲンガーか怪しい人がいたら電話かけてください。さあ、これで、ちゃんと、OK かな？クローンジュースが完了。あなたは仕事を継続できます。そろそろ仕事終わりじゃない？お、来た！あ！こいつ、ゲームのサムネにいたやつだ！ここにはいない、エドワード・ブラッドマン。2018年6月、OK だね。で、猫ちゃんマークついてる。エドワード・ブラッドマン。あれ？なんか、なんか顔、顔の大きさ違くない？写真だと顔縦長なんだけど、横長これどうすか？これって、これは違いに入るの？私はビルの住人です。私はヴァンパイアとしての仕事から来ています。102号室。102号室。エドワード・ブラッドマン。でもエドワード・ブラッドマンさっきいなかったっけ？88964371。88964371。うん、合ってる。ID は合ってるね。ピアスをつけてて、眉毛を開いてる。黒い髪、黒いシャツ。ふんぐ！顔が横長なのが気になるんだよな。一応電話かけてみるか。よし。でもさっき電話家にいた気がするんだよね。ジャード・ブラッドマン。やっぱ家にいるやん！二人とも家にいるって！お前偽物、やっぱりお前顔横長だと思ったんだよ。お前は偽物だ。もうちょっと顔を伸ばしてこい。次からは。適当騙そうなんてね。まだまだ甘いね。いや、これは偽物でしょ。よし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 。クローンジュース完了。あなたは仕事を続けてください。さすがにこれは大丈夫だよね。よしよしよし。お、来た！こいつはミスターゾンビだ。ID 見ましょう。ミスターゾンビ。2015年1月。まあ、合ってるかな。で、マークもついてる。猫ちゃんマークついてる。ミスターゾンビ101。私はビルの居住者です。ビル？ビルの居住者？アパートだけどな、ここ。私はゾンビとしての仕事から来ています。ちょっと怪しいな。見た目はおかしくない。見た目はね、合ってるんだよ。見た目合ってる。アパート101。ミスターゾンビ。2663-4946。2663-4946。うん、ID は合ってる。ID 合ってて、帽子かぶって、うん、見た目も OK だね。じゃあ0101かけてみようか。こいつ怪しいな。アパートのことビルって言ってんの怪しくね。もう、ちょっとでも違ったら怪しいんだよ。起きた。ミスエイリアンが喋ってます。はい。あ、ミスターゾンビは家にいません。なるほど。じゃあ合ってんのかな？ミスターゾンビ、ID 合ってる、猫ちゃんマークついてる、で、顔も OK。ってことは、もうあとはね、このビルの居住者、これ合ってたっけ？まあ、でもさすがにこれは翻訳ミスか？ミスターゾンビ、101。いや、家にいないってことは本物でしょ。行こう。頼む。あっぶね、何それ、怖いんだけど。すげえ怖いやつ来た。あ、でも写真一緒だ。これで写真合ってることあんのかよ。顔が縫われてて怖えな。ステッチクラフトさん。まあ写真、猫ちゃんマークと ID の期限は OK。私は建物の住人です。私は木工の仕事から来ています。うん、202号室。わあ、一人で住んでんのか。202号室、ステッチクラフト。帽子をかぶってて顔にくっついている、笑顔。フランネルジャケット。顔にくっついてて笑顔、フランネルジャケット、合ってるね。14025890、14025890。うん、 ID も合ってるから電話かけてみよう。20202。これで OK だったらもう OK だよね。お、スティッチクラフト。待って、スティッチクラフト喋ってるよ。私は訪問者を期待してません。おい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 。おいおいおい。電話出たぞ、スティッチクラフト。おい、お前偽物だろ。おい、電話出てんだよ、こっち。もう、本当にね。こうやってなんか、当たり前の顔して入ってこようとしますから。で、入れ替わろうとしてんでしょ、本物と。まったく、そんなことさせねえかんな。よし、これクローンジュース完了。
で、あなたは仕事を続けてください。これは大丈夫じゃない？そろそろ終わった？お！仕事、オッケーじゃないこれ。これ言ったんじゃないか？どう？ランク。ああ、過ぎた！これは素晴らしい。詳細見ましょう。まあ、詳細ね、一回もミスってないから何もない。クローン8体も捕獲しました。ランク S ランク来た。皆さん、前回はね、もう結果ズタボロでしたが、今回は素晴らしい結果を残すことができたので、グッドボタン、高評価ボタン、まだ押してない方お祝いによろしくお願いします。そして今後もね、いろんなゲーム実況たくさんやっていきますので、ぜひまだチャンネル登録してない方、チャンネル登録も押していってください。そしてテキトが動画投稿したらすぐ分かるように、通知ボタン、ベルマークもオンにしておいてください。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。